So und herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play beim lieben Lucy Morningstar. Hallo, wie geht's euch, Leute? Ja, heute haben wir mal eine ganz andere Geschichte. Wir stellen jetzt mal den Charakter Fu vor. Ein sehr mysteriöser Charakter sogar. Vielleicht kennt einer oder der andere den lieben Fu aus Dragon Ball Heroes. Das ist so ein Promotion-Anime, der in Japan zurzeit ja läuft. Der wird, weiß ich jetzt nicht aktuell, ob der auch übersetzt wird ins Englische. Jedenfalls ist der noch seit schon über fast 2 Jahren schon am Laufen. Nach dem Ende von Dragon Ball Super haben die den in Japan ins Leben gerufen. Eigentlich ist es wirklich nur eine Promotion-Aktion für diesen Spielautomaten, wo man das mit den Karten spielen kann. So wie Yu-Gi-Oh! Nur auf Dragon Ball-Basis. Und da gibt es so eine ganz eigene Version von Dragon Ball Super, nur mit Kartensystem. Und hier ist der Fu einer der mysteriösen Antagonisten, den man so nicht versteht. Und hier in diesem DLC hat man Fu jetzt eingebaut. Und der zwingt jetzt unsere Charaktere jetzt regelrecht in Abenteuer. Auf ganz besondere Weise unfreiwillig. Und man weiß so gar nicht warum. So. Dann habt mal viel Spaß beim Video. Wir sprechen uns gleich wieder. Und sag mal, was wir ein Resümee dann halten können. Ne? Was verhalten wir von dem Akt da mit dem Fu? Bis gleich. さて、ここはどこじゃ？何もない世界じゃの。おい、どうしたんじゃ？そこはウィッソンが作った空間ね。神の木に満ちている場所だから、うまく木をコントロールしないと動けないわよ。お前たちならできる。ほれ、頑張れ、頑張れ。 ここでは悟空君とベジータ君がスーパーサイヤ人ブルーになる修行をしていたはずだけど。 様のお師匠なだけあんな。くそ、もう一度だ。あら、おかしいわね。ウィッソンはここに来ていないはず。いけませんね、ベジータさん。また心が乱れてますよ。 誰じゃこいつは。 あれあれ、 君たちはタイムパトローラーだよね。 そっか、ここまで来ちゃうんだ。 ってことは、ここもダメなのかな。 正体はわからんが、こいつが時の裂け目が生まれた元凶じゃろうな。 とりあえずぶっ倒してから、ゆっくり話を聞かせてもらいましょうよ。 やれやれ、自己紹介くらいは先に済ませたかったんだけどな。僕はヒュー、怪しいものじゃないよ。いや、どう考えたって怪しい。おい、一体何者なんじゃ。君たち一体何を焦ってるんだい。 ここは時の裂け目の中なんだよ。終わりと始まりの書には無関係な場所なんだから、どんなふうに歴史を改変したって問題ないはずでしょ。さっきとは違ってさ。確かにここがどう改変されたって歴史に影響はないけど。ってなんでそんなことを知ってるのよ。やっぱり怪しいやつじゃない。ヒューとか言ったわね。私の声が聞こえる？
ここの調査に来たみんなを洗脳したのもあんたでしょ。さっさと元に戻しなさい。ああ、それでここに。信じてもらえないかもしれないけどさ、この時の裂け目もタイムパトローラーたちのことも僕がやったんじゃないよ。え？やばい。ちょっとタンナ、どういう。時の裂け目も調査に来た人たちのことも何とかしてあげるよ。だからちょっと僕に協力してもらいたいんだ。協力ですって？おい、いい加減こいつらのことを説明したらどうだ。俺たちの修行を放っておいていきなり戦い出しやがって。ウィッシュさんとあんないい勝負するなんて、おめえら何者なんだ。あなたたちの特訓のために連れてきた方々ですよ。なんだよ、そういうことは早く言ってくれねえと。こっちはさっきからうずうずしてたんだ。とっとと始めるぞ。ここは僕に話を合わせてほしいな。じゃ、遠慮なく行かせてもらうぞ。この力についてこれるか。悟空もベジータも本気で来とる。こいつはまずいんじゃないのか。あなた一体どういうつもりなの。答えなさい。まあまあ、悟空とベジータがブルーの力に目覚める前に僕をぶつけて歴史を改変させる狙いはいいと思うけど、あんまり楽しくないんだよね。僕にもっといいアイデアがあるよ。何を企んでるのかわからんが、とにかく今は戦うしかないか。なんてざまだ。俺たちは押されているだと。おめえもサイヤ人みてえだけど、一体どっから来たんだ。しかしこやつらなんちゅう強さじゃ。神の木をマスターするだけあるわい。どんどん気が高まっていく。これが修行の成果ってやつか。もう少しでなんかつかめそうな気がしてきたぞ。ああ、無事にスーパーサイヤ人ブルーに目覚めることができそうじゃの。これで歴史修正も完了ね。だけどそれじゃつまらないでしょ。何をするつもりじゃ。これだけ気が高まったところに強烈なブルーツ波を浴びせたらどうなるかな。ブルーツ波って満月に含まれてる。ああ、やめなさい。え、いやすげえパワーがみなぎってくる。これがゴッドの力か。違うわい、それは別の変身じゃ。こんな変身を覚えちゃったらもう歴史を修正しきれないわ。なんてことしてくれるのよ。頑張ってね。こりゃこっちもいい修行になりそうだ。さあ頑張って。究極の戦士スーパーサイヤ人4が相手だよ。ビッグマン、よし、オラも変身させてもらう。お、スーパーサイヤ人ゴッドか。いや違う、なんだか青いぞ。スーパーサイヤ人ゴッド、スーパーサイヤ人中。いいね、そっちも強そうだ。ああ、自分相手だがワクワクしてきたぞ。これでどっちのカカロットが強いか分かるってわけだな。俺の方が強いぜ。オラの方が強え。俺だ、オラだ、俺だ、俺だ、俺だ、オラ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 だ。ああ、やっかましい。
頭の程度はどっちも同じか。返す言葉もないの。悟空くんが増えたらほんと苦労しそうよね。まだ終わってねえ。大丈夫かカカロット。おう元気だぞベジータ。お前じゃない。そう借りたりすんな、ベジータ。そうだぞベジータ、あんまストレスためんなよ。その通りだぞベジータ。あんまらうわ負けるか。さすがベジータ、いい手ごてだぜ。本当か。次俺ともやってくれよな。お前は今こっち側だろうが、取るな。この歴史のねじ曲がりっぷり最高だね。どういうつもり。これじゃ時の裂け目を元に戻せないじゃない。まあまあ慌てずに見ていてよ。おめえもまだ本気じゃねえんだろ。僕がエネルギーを吸収しちゃったからと、ここで洗脳された人たちも今頃元に戻ってるはずさ。いやそれにしても面白いね君。スーパーサイヤ人4の悟空とベジータを相手にあそこまで戦えるなんて、びったまんないな。端から端まで研究してみたいな。ねえちょっと血を取らせてもらってもいい？大丈夫、ほんの一滴だけでいいから。ダメ、残念だな。おっといけない、そろそろ戻らないと。ねえ僕と一緒に来ない？君のことじっゆっくり研究してみたいな。コーラー。残念、でもまたすぐ会えるから、その時にね。あーもう逃げられた。こりゃ、置いていくんじゃないわい。自分で起こした歴史改変のエネルギーを吸収しちゃうなんて信じられない能力ね。じゃが、自分の手で歴史改変を起こすとは素直に賛成できん話じゃの。そうね、いくら時の裂け目の中の出来事が本来の歴史とは関係ないとは言ってもね。とはいえ、今回の異変をあいつが解決したのも事実だわ。フューが何者なのか、どんな目的があるのか、わからない。残り3つの時の裂け目の対応と、この異変を生み出した黒幕の調査が残ってるわ。そうじゃな、フューの言葉を信用するなら、黒幕はまた別におるはずじゃからな。フューのことも警戒しつつ、準備ができたら時の裂け目の修正を進めましょう。
So, und da hat er wirklich zugeschlagen, der liebe Fu. Der hat die Geschichte umgeschrieben. Also jetzt wissen wir auf jeden Fall, was er vorhat. Beziehungsweise, dass er irgendwas Schlimmeres noch im Schilde führt. Und wie bei Dragon Ball Heroes er hier Energie sammelt und die Zeit verändert. Er hat wahrscheinlich vor, auch ein eigenes Universum wie hier in Dragon Ball Heroes zu erstellen. Und schreckt vor nichts zurück und holt jetzt wirklich jede Form raus. Denn normalerweise Dragon Ball GT und Dragon Ball Super sind ja nicht in einem Universum. Das sind zwei verschiedene Realitäten. Und der Super Saiyan Blue und der Super Saiyan 4, die existieren normalerweise nicht auf einer Zeitlinie. Aber die Regeln werden hier neu geschrieben. Und hier trifft eben auch mal einer auf den Super Saiyan Goku 4, wie den Vegeta Super Saiyan 4. Also das ist wirklich schon eine heftige Sache. Und dass natürlich die Time Patroller da echte Probleme bekommen, das haben wir jetzt gerade gesehen. Also, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr weiter Bock drauf habt, weil es ist nicht die einzige Geschichte vom lieben Fu, dann schaltet wieder ein beim nächsten Video. Geht es nämlich natürlich weiter. Ich bedanke mich fürs aufmerksame Ansehen meines Videos. Lasst doch gerne mal ein Like da und ein Abo und unterstützt den Kanal. Lasst doch vielleicht auch einen Kommentar da, wie ihr es gefunden habt und was ihr von dem Fu hält. Aber bitte eine bitte eine vernünftige Antwort. Nicht irgendein Hussiputz, sonst möchte ich das wieder, löschen. Na, also ich möchte es nicht löschen, aber bitte schreibt keinen Mist darunter. Na? Sonst deaktiviere ich auch die Kommentare. Das ist nämlich nicht nice. So, also wie gesagt, lasst euch das mal wirklich nur durch den Kopf gehen. Ich glaube, dieses Prinzip ist mit dem Nicht-Sprechen während des Spiels eigentlich ein ganz gutes. Kommt natürlich auch darauf an, was für eine Thematik wir gerade verfolgen. Also wenn es so richtig Story-technisch, DLC-technisch geht, finde ich, dass ich da während des Spiels dann nicht rede, wo viele andere wahrscheinlich immer blabbeln, vielleicht ein bisschen besser rede, wenn es vorbei ist und wie ein Kommentator das dann noch beurteile. No, das ist doch eigentlich eine ganz gute Sache. So, dann bis bald. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, ne? Haut rein und ciao, Leute.